さっきセブンイレブンのコーヒー持ってたから多分コンビニのものだと思うんだよな。アイスか。いやまさかそんな神企画なんか。なん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 。アイスだ。今年セブンイレブンで売っているアイス、うん、全部買いました。今年？なんでそんなの分かるの？私が行ってるセブンで。全部売ってたやつ。どんどん狭く。全部の種類。こちらですね。まあ見たことあるものもあるし、見たことないものもあります。父ちゃんといえばアイスじゃないですか。最近そんな言うてアイス食べてないですよ。夏といえばアイスじゃないですか。きょうちゃんアイス好きじゃないですか。アイスめちゃくちゃ好きですよ、うん、でもアイス全然食べれないですね。毎年夏といえばアイス、夏といえばアイスだから、うん、毎年やろうと思って。この間も同じような企画やったなと思ったんだけど、食べたことあるやつもあるんだけど、新しいやつも結構出てるから変わるかもしれないよってことね。まず食べたことあるのとないのを分けよう。わかりました。今食べたいものを食べたいことないっていうのは反則。ちょっとなら許せるかもしれない。許せるかもしれない、うん。ほとんどじゃん。ほとんどじゃん。いや、それはそうじゃん。だって、チャルちゃん。時を戻そう。こうですね。こうですね。いや、これは食べたやん。金シリーズでどうなのって言って。食べた。美味しかった。あとはよし。これもセブンシリーズでどうなのって食べたやん。それ好きだから。いいですよ。ガリガリ君。はい。これは見たことありますね。ないです。ガツンとみかん。これもメジャーですね。ないです。チョコモナカジャンボ、ジャコモナカジョンボ、はい、白クマシリーズ、まあ、メジャーどころ、はい、スーパーカップ、バニラ、まあ、ド安定ですね、はい、金のワッフルコーン、まあ、ヒカキンさんがハマってるって言ったので、うん、一躍また有名になりました、はい、ハーゲンダッツシリーズのバニラ、イチゴ、緑茶、はい、これ食べたっけ巨峰。もうそれも食べてますね。このままこれを氷代わりにしてジュース入れたりしても美味しいですね。金のモナカ、はい、金シリーズで紹介したものですね、はい、この辺は除外していこうと思います。いや、これも紹介しました。いや、それはちょっと冷蔵庫にしまってきます。もっていうか紹介した金シリーズ、いや、記憶にございません。あ、そうですか。ガーナ産カカオ豆、セブンイレブンバリューですね。パリパリの食感のチョコバニラバー。パリパリおじさんどうですか。やっしい感じやな。90円です、それ。100円切ってんだったらまあまあまあ、ジャコモナカチョンボって感じ。次、レイカ何気になってんの。これじゃあ食べてみて。塩キャラメルアイスバーですね。うまそうじゃない。うん、キャラメルうまそう。うまっ。嘘や、そんな塩強いな。私これ好き。気になってない。どんな見た目してるか気になる。気にならないな。気にならない、うん。チョコ系で攻めようかな。したらバニラメープルオルナッツ、ハーゲンダッツのコーンのやつですね。え、ハーゲンダッツなのそれ。え、ハーゲンだよ、ほら。これ高いんじゃない。これ8万ぐらいする。80万もするの。やっぱハーゲンダッツってうまいんだな。名古屋コーチンって感じ。いっぱい食べたいってよりはお風呂上がりに1本でいいかなって感じですね。なるほどね、うん、お待たせしました。抹茶食べたことないの。美味しいじゃん。透明に見たら赤ちゃんのうんこみたいな。うーん、どうなんですか抹茶度合いは。かなり苦め。まあ、うちの妹楓がですね抹茶通なんですけど、抹茶味は嘘しかつかねえってよく言うんですよ、うん、わしは苦いのが食いたいんじゃと、うんうんうん、甘ったるいのが嫌だから抹茶味やってんのに、どいつもこいつも甘い抹茶ばっかりだって。本当の抹茶にはなかなか出会えんのよ京一郎、わかるかって言われたことがあって、多分これは本当の抹茶だと。大人向け、大人向けなアイスに仕上がってるそうです。次は飲むアイス、ベルギーチョコレート。クーリッシュ自体はね、もう私一回の番組で出していただいてるんで。ねえ、キョウちゃん言ったよ、スマホ。言い訳させられてる感じ。飲むアイスなんだよ、うちみたいな。なんかチョコレートって感じで食うよりはココアっていう感じかな。いや、でもチョコってどうなんだろう。いや、俺がさ、フルーツ系が好きだから。ちょっと待って、いてーって言いながらも一気飲みするのがデブの鏡じゃん。これハーゲンダッツ種類多くない。これこれこれ高そう。チョコモナカジャンボのね、うん、すっごい高級なやつって感じ。ヘーゼルナッツの味濃っ。
むちゃくちゃ甘いね。まあハーゲンダッツって感じだね。どんな味もやっぱ全部濃厚。もうそろそろ私、はい、チョコレート卒業させてもらって。あーどうぞどうぞどうぞ。やっぱりガリガリ君グレープフルーツ味ですね。苦いな。苦い。子供には厳しい。いや厳しいと思うな、グレープフルーツって。私はちっちゃい頃ね、グレープフルーツに砂糖かけて食べてた。今ずっと甘いチョコレートとか来てるからなおさら苦味が。コーヒー好きな人たまんないよこれ。たまったんじゃないこっちは。これとさ、これのさ、二択かって言われたらさ、うん、きょんちゃんは絶対これじゃん。うん、これちゃん 何選ぶの何選ぶの。何何選ぶの。アールグレイマカロンアイス。前回多分紹介したよねこれね。アールグレイの香りが口の中に広がって、口の中に広がって、口の中が口の中が茶畑のような、茶畑のような、そんな気持ちになります。ああなるほど。じゃあ私この桃のアイス。みかんとか多分ぶどうもあったと思うよねこれ。え、すごー、見た目完全に桃や。桃だね。これはうまい。え、すごー、凍らした桃食べてるみたい。そう、凍らした桃食ってるみたいな。え、うまこれ。まじか、これちょっと溶けてるのがまたいいのかもしれないね。なんか食感もさ、桃感あるね。擬音で美味しさが伝わるかわかんないけど、うん、くちゃって感じ。チャルちゃん、次何。次気になってるやつ、うん、ちょっと待ってて。カップアイスってあんま食べないよね俺。うわすごいわこれ。すごい。登別地獄谷みたいな。いちご練乳氷。氷が多分これ練乳なんだろうね。びっくりドンキーのいちごミルク、うん、練乳がすごい甘い。まあ当たり前なんだけど練乳だから。これはちょっと全部食べられないですね。ずっと食べてきたから。じゃあ次私これいきます。チョコラミント。すごいじゃん。すごい、なんかパルムみたいな質感してる。あーすごい、すごいすごいすごい、パルムみたい。でもね、チョコミントの私から言うとちょっと弱めのチョコミントかな。この距離で歯磨き粉の匂いする。もっと強めのミントでもいいかなって感じ。私は好きです。ヨーズンヨーグルト。まずいわけないじゃん、ヨーグルト凍らしてるんだもん。ヨーグルト凍らしたやつうまいよ。うまいよ。しかも1個当たりこれ100キロカロリー出してる。100個集まった方がいいでしょ。どういう計算。そう、クラシックソルティーキャラメル。キャラメルとかチョコバニラって定番なんかね。もうさ、バニラアイスとか食うんだったら多分金のやつ食っちゃうし、俺チョコアイスはピノとかパルム食べちゃうからさ、そこでチョコ要素を補っちゃうわけよ。もうパルムで済んじゃうみたいなの中で、そのやっぱキャラメルっていうものが新しくこうやって見てる人多いから、うん、何かあるのかなって思いますよね個人的には。いただきます。ただー、はい、いただきます。最初に食べた塩キャラメルアイスバーあるじゃん、あれよりね塩がちょっと抑えめ。おお、デブみたいな発言するとそれひっくり返してポップコーンぶっかけたいね。デブの発言よそれは。私これあったかいコーヒーに入れたい。あーなんか合いそうだわ、うん、最後やっぱりパピコ和なし。俺の中でアイスの方はやっぱりガリガリ君のみかんなわけですよ。それかアイスのみとかフルーツ系のアイスが好きなんですよ。ガリガリ君でもなんかすごい人気なんだよ梨って。だからそれを満を持して出てきたんじゃないですか。パピコ、うん、なんかつぶつぶ入ってる。完全に梨のあれ入ってるね、シャリシャリの食感。やっぱ違うんだよな、フレッシュ感ないよね。フルーツだったら駆け抜けてほしい。そもそも俺は梨のアイスよりも梨の方が好きっていうのがあるかもしれない。なかなか出会わないですね。今回食べてみてどうでしたか、きょうちゃん。おすすめ一番これ好きっていうのどれ。フローズンヨーグルト食っとけば、まあ、鉄板かなみたいなのがあります。鉄板。私ね、塩キャラメルアイスバー、これ美味しかった。塩がね、好きなんだよ。やっぱかき氷系はアイス食ってる感するな。ハーゲンダッツとかもすげえアイス食ってる感あるんだけど、やっぱりなんかピノとかパルムとか。ガリガリ君もやっぱあのパイン味とか。ガリガリ君じゃなくてガリコちゃん。はい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 、ガリコちゃん、ね、そう、あっちのマットな感じの舌触りの方が俺好きだったりするから、世の中にはもっとバニラやチョコ、キャラメルではなくフルーツ系のアイスを出してほしいなと個人的には思いますね。あとこんなにいっぱいアイス食べたんでお腹がすごく痛くなりそうで怖いなっていう話をしたい。シンプルなやつが欲しいですね。はい、じゃあコメント欄にて皆さんの今年のおすすめアイス、食べた中で一番美味しかったアイスみたいなのを書いていただけたら、ね、Amazon で買って食べてみます。風邪
引かないように。風邪引かないように。じゃあなんで風邪引かないようにだよ。アイス、アイスいっぱい食べたから。危ないから、溶けちゃうから。そう